パータンエアー394便墜落事故とは、1989年9月8日に、デンマーク沖合で発生した、航空事故である。また、この事故は2017年現在、デンマーク航空史上最悪のものである。この日、パータンエアー394便が、乗員5名、乗客50名を乗りたノルウェーのオスロを離陸した、途中デンマークを経由し、 ドイツのハンブルクに向かう予定だった。394便に使用されたコンベア機は1953年に製造され、同航空会社が1986年から運航していたが、製造から36年が経過した老朽機であった。394便はデンマークに向かい高度22000フィートを巡航飛行していたが、394便を 高いマイナス16戦闘機が横切るニアミスに遭遇した直後に左に大きく旋回し急降下の後空中分解した。残骸はノルウェーとデンマークの間のスカゲラク海峡に落下した。この事故で乗員、乗客55名全員が死亡した。公海上で発生したことから出発国のノルウェーが事故調査を担当した。 394便の残骸は9割が回収され、数年に及ぶ事故調査が行われた。復元された事故機の残骸パータンエアーは、以前にセーフチャーター便として使用されたことがあるため、当初は事故機は爆弾テロによって破壊されたという仮説があったが、間もなく否定された。しかし、前述のように394便として使用された、機材は老朽化が激しく、 残骸から事故原因を特定するには困難を要した上に回収されたコックピットボイスレコーダーは離陸前の不具合で飛行中の状況が録音されていなかった。フライトデータレコーダーもアルミ箔に波形を記録するような旧式のタイプであり製造メーカーからの返答に長い時間がかかった。ビブの残骸最終的な公式の航空事故調査報告では394便に 重大な欠陥があったとされた。394便として使用されていたコンベア機の尾翼には他の同系機から取り外された中古のボルトが使用されていたが、本来純正部品が使用されなければならないにもかかわらず、その中古のボルトは粗悪な模造品であった。これは部品購入時に添付されていた偽造書類から明らかになった。394便は、 戦闘機とニアミスした際に旋回したことで強度が不足していたボルトが接損し補助動力装置の固定部分が破損した結果フラッター現象が発生し機体が分解墜落したとされたもう一つの事故原因としてニアミスした回マイナス16の衝撃波によって394便の尾翼に大きな損傷が発生し操縦不能に陥ったとされた飛行データ等の情報から ス -16 が発生させた衝撃波だけでは損傷は起こらないとされているが、上日のように394便には純正部品が使用されておらず、適切な状態ではなかったことから、ス -16 の衝撃波が損傷のきっかけとなった可能性がある。また、事故を起こしたパータンエアーは、本件事故以前から経営が悪化していたが、 本件事故発生以降のチャーター契約減少と操縦士不足から後に運行を停止した。同番組内では共振による機体分解説をとっている。また同番組内では偽造マーケットの手口は巧妙で最も墜落してはならないとされるエアフォースワンにまでも偽造パーツが使われていた事実も語られている。エアラインプロダクションリストオブコンベアプロップス ハットレター・インザ・ノルウェージャン・パーラメント・ツー・ザ・ミニスター・オブ・コミュニケーションズありがとうございます。